はい、おかえりダイエットウォーク M キャットのもうごちゃごちゃだな今日はうまくいってない、うん、ヒルビル法則、おかえりダイエットウォーク、まこねえです今日も朝から片道40分歩きながら出勤していくんですが、今日は終わってからね、今日仕事終わって9時ぐらいに終わって10時から、友達と待ち合わせしてるので、ちょっと気合を入れてバッチリ準備してきましたでもね、汗かくお風呂のお仕事なので、まあまたね、この時期はそうでもないけど、これから暑くなると本当お風呂掃除は暑くて大変なのよだからね、もう本当朝からバッチリメイクってわけにはいかないんだけど、まあ、今日ね、ある友達は別にメイクしてなくてもお互いにすっぴん何度も見てる中だからと、まあさほど気にしなくてもいい友達と会うって感じなんだけど、まあそれでもね、まあまあ今日はいつも以上にスキンケアにバッチリ時間をかけてきましただからね、今はもう肌プルンプルン今会った人は、おぉ、まあこうね、今日、なんか最近肌綺麗だねって言ってくれるかもしれない。でも、外は誰もいないみたいな。そんなわけで今日も片道40分、お話しながら歩いていきますので、皆さん最後までお付き合いください。まあそんなわけで今日のテーマは何にしようかと思ったんですが、今日のテーマは、私の好きな配達業者まあね、私は月の初めに、その月に必要なものは食材とかね、私は16時間断食、乾物が多いのよ。うん、そう、乾物が多いので、乾物とかは日本のメーカーの乾物とか、やっぱりね、アマゾンで買うのが、私にとってはね、一番なんか、便利なのよ。そう、値段もまあ、そんなに高くないしね。そう、まあ、スーパーよりは安いね。量も多いし。で、業務用のやつが簡単に手に入るから、まあ、量も多いし、安いし。で、何分、自分で買って、持ってこなくていいから部屋の扉のところまで配達業者が持ってきてくれるっていうのは本当助かる。うん。で、まあ、私ね、実はあんまりよくわかんないんだけどさ、いつの間にかアマゾンが配達してくれるようになってたっていうことを知らなかったんだけど、何ヶ月前ぐらいかな、もしかしたら、地方、長岡だから遅いのかもしれないし、私忘れ、わかんなかっただけかもしれないけど、今はね、ヤマトさんか、ヤマト運輸、黒猫ヤマトか、佐川急便か、アマゾンが、私のところに配達してくれるの。で、まあ、物によって、違うんだよ。なんか、物によって違うのか、まあ、どうなのかちょっとよくわかんないけど、うん。で、今週頼んだのは、まあ、アマゾンが届けてくれるっていう感じなんだけど、個人的にはね、そう、アマゾンの配達のシステムは、もうアマゾンがやってるんだから、もうちょっと工夫しろよっていうような、ちょっと突っ込みどころを感じる今日この頃。と、まあ、そんなお話を今日はしていきたいと思うんだけど、と思ったら、まだね、いつぐらいなんか無灯火の車がさ、すげえスピードで走ってる。大丈夫かまあ自転車もそうだけど、私はまあ歩きだけどさ、そう、せめてね、せめてもう、ね、一般の人が明るいなと思うような時間までは、電気つけて、無灯火で運転するのやめてほしいよね。怖っ。まあ、それで、まあ、私が私はさ、受け取りばっかりさ、基本的に荷物を出すってことないの。そう、私ね、まあ、物販のね、仕事した頃もあるの。うん。
そう、でもね、私はね、支給システムを作って、お母さんたちに全部丸投げだったの。配送とかそういうの。そう。で、最終的に、お母さんたちが、お母さんたちが全部システムを、運用できるようにして、まあ私はもう離れちゃったと。だから、まあ、今でもね、私が構築したシステムを中心に、お母さんたち、お母さんというか私の友達の、お母さんたちは、物販、なんかやってるみたい。そう。彼女たちがやってるのは、私が構築したときは、中国から仕入れて、日本に販売するという感じだったけど、今彼女たちがやってるのは、日本のね、商品を海外の通販で売るっていうのをやってる。そう。私ね、あんまり詳しくないんだけど、結構100均で買って仕入れたようなものが、まあいい値段で売れるみたいよ。そう。で、まあだからまあそんな感じだから私は、とにかくね、めんどくさいの嫌だから、まあなんだろう。なんだっけ、フリマ系のサイトに、まあ、自分の商品を売るってこともないし、そう、メルカリなんかとんでもない。オークションも、大昔、オークションがまだ出てきたばっかりの時に、どれどれどんなもんだって言ってオークション一回、あげたことあるけど、買うことはあっても、あげたのは、それ一回きり。だから、まあ正直私の私にとっての配達業者って、荷物を持ってきてくれる、重たい荷物でも、ね、持ってきてくれる優しい人たちっていう感じで、まあ、私のね、住んでる新潟県長岡市の、私の区域に配達してくれる人っていう基準でしか、まあ、話はできないんだけど、そう。まあ、アマゾン、佐賀は、黒猫山と、だったら、私の家に運んでくれる人の場合だと、黒猫山とさんが一番、なんか、助かる。と、まあ、私が知らないだけかもしんないけどさ、まあ、どこの業者もね、しっかり指定したようにしてくれるし、以前よりは細かいよ。そう、でもさ、私はね、アマゾン自体が、アマゾンの配達業者がどうなのかこうなって、アマゾン自体がもうちょっとお客さんのその情報を配達業者にしっかり伝えられるようなシステムがもうちょっとあってもいいかななんて思ってる。そう。だからさ、アマゾンが配達業務するようになってから、特に、アマゾン配達業務する前の情報は、IT 業者に伝わってるけど、そう、最新の情報がなんか伝わってないような感じがするんだよね。まあ、なんともわかんないけどさ。というのは、以前私は、まあ、荷物持ってきていなかったら、ポストの中に入れといてねっていう設定にしてたの。そう。ポストの中に入れてねっていう設定にしたんだけど、まあその頃はね、そんな大きい荷物を想定しなかったんだよ。そう。だからまあ佐川の、いつもね、気の優しそうなね、ちょっとね、ちっちゃいさ、ちょっと小さめな、おっちゃんが、そう、どうもーとか言って持ってくるんだけど、そのお父ちゃんさ、いつもさ、そう、いやー、ポストの中に入れて、やれたけどさ、ポストの中に入らねえっけさ、持ってきたてーなんて言って持ってきてくれるの。まあ、エレベーターがあるにしても9階だからね。そう、持ってきてくれるの。いや、勘弁ねーとか言って。じゃあ、まあさ、私いなかったらいつもここに置いてっていいからさ、そう、悪いねーなんて言って感じなんだけど、そのお父ちゃんさ、また翌週とかも、翌月とかも、いや、同じこと言って持ってくるわけよ。さっきいなくても置いてってもいいって言うんだけど、佐賀のお父ちゃんの場合は、そう、毎回忘れてるのか、必ず、私と、私の手渡しやないと置いていかないよね。そう。まあさ、9階、うちオートロックじゃないしてもさ、
まあね、まあ日本でさ、私のさ、9階のさ、部屋の玄関先にさ、置いていった荷物が盗まれたって言ったら、もう諦めるよ。そこまでして荷物持ってく人がいるかと。この日本で、そりゃちょっと残念だなと思うぐらいな、もんなんだ、私的にはね。うん。まあ、そんなわけで、私はさ、9階の私の部屋の玄関先に、いつも荷物置いていてくださいねって、言ってはいるんだけど、そのお父さんは、と、リッチギに、アマゾンから情報を元に、ポストの中に入らないものは、上まで持ってくると。上まで持ってきて、私がいないと、書き置きして、また持って帰ると。いやね、だいたい私、重たいものを注文するから、お水とか、トマトジュースとか、豆乳とかね。一箱単位で。まあ、そういうのをね、毎回持ってくるのは、まあ、かわいそうだなと思ってるわけよ。そう。うん。で、まあ、佐川は、佐川にアプリがあるんじゃないかなと思うんだけど、私なんか探しても見つかんないんだよな。そう。うん。で、ウェブでも見つかんない。というか、まあ、荷物追跡はできるんだけど、なんかさ、個別の情報に対して、管理して、まあ、個別に、何時、見ても何時ぐらい持ってきてくださいとか、そういう指定するようなことはできないんだよね。佐川さん。うん。そう。だから、なんか、いつもなんか、お父ちゃん、自分の都合でさ、いろんな時間に持ってくるけど、私はさ、15時には寝ちゃうわけよ。それなのに、7時ぐらいに、7時ってか、夕方5時ぐらいに、ピーンポーンみたいな感じで、うるさいよ、ジジイとか出ることもあるわけよ。の点、ヤマトはさ、結構前からさ、独自アプリを作ってるじゃん。うん。ウェブサービスも充実してるし、アプリサービスも充実してて、ヤマトさんは、いつも、だいたい何時頃にいるとか、そう、何時頃にいるとか、何時に入れてほしいとかさ、いなかったら、ここに置いてくれとか、そういうのに結構細かく指定して、保存できるの。だから、ヤマトのお兄ちゃんは、ね、必ず来てピンポンって鳴らしてくれるけど、出てこなければ荷物置いていってくれる。そう、そこら辺ほんとね、ヤマトのあのアプリもサービスもすごく、なんか、フレンドリーユーズ、違うな。なんか言葉忘れちゃったな。そう、お客さんの今のさ、ニーズにぴったり合わせて作られてるような気がするんだよね。で、結構頻繁にというか、たまにね、受け取れなくて、アクセスすると、あ、またなんか雰囲気変わってるみたいな感じで、結構よくできてるなっていつも思ってるんだよ。だから私はさ、ヤマトの腕は荷物持ってきてくれると、まあ安心するというか、ほっとする。まあもちろんね、佐川のあのおっちゃんの顔を見てもほっとするんだけどさ、あのおっちゃんの顔は癒し系なんだよね。そう。まあ、問題は、アマゾンのお兄ちゃん。うん。アマゾンは、お兄ちゃんと決まると、し、お姉ちゃんと決まって、まあ、アマゾンの配達の仕事を副業かなんかでしてる方って、結構いらっしゃるんじゃないのかね。うん。そう。まあ、それで、まあ、お兄ちゃんの時も姉ちゃんの時もあるんだけど、まあ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 、そもそも宅配の時に、どうなんだろう、時間指定とかそういうのが最近見からないんだよね。私の見方が違うかな。ちょっと前はさ、アマゾン注文するときにもう時間指定とか日にち指定とかさ、結構細かくあった気がするんだよな。それはなんか最近見からない。あれ、私が見落としてるだけかな。まあ見落としてるだけじゃないかと思うんだけど、まあそれで、まあ入力しないから、アマゾンのお兄ちゃんも姉ちゃんもさ、まあ、それぞれのオンタイムで持ってくるじゃん。そう。それぞれのオンタイムで持ってきてくれるんだけど、まあそうするとさ、いるときはいいけど、いないときもあるわけだ。まあ、それでさ、まあいないときね、
いいね、昨日だったんだけど、そう、昨日さ、ずっといたんだよ。そう、で、荷物来ないなと思って、今どうかなと思って見たらさ、13時9分に、持ってきましたけど、持ち帰りましたって出たの。え、13時9分いたけどな、とか思った時、ピンポンも何も聞こえなかったから、あれと思ってさ、見てみたら、9階じゃなくて1階のね、ポストに、紙が入ってて、で、入らなかったので持ち帰りましたと書いてるわけ。ってことは、まだ入らなかったらポストに入れといてっていうのを、Amazon でも共有されてるのかなと思って、それは変更しなきゃと思ったんで、Amazon のサイトを開いて、ちょこちょこって見たんだけど、わからんのよ。まあね、ちょっとね、私もバタバタしてたから、まあね、わかんなきゃわかんないなりにサポートに行くとかさ、まあ今だったらね、チャット AI に聞いてみるとかさ、まあしてみようもあったんだけど、ちょっとバタバタしてたから、まあいいやと。とりあえず、明日の14時から、16時の間に持ってきてくださいという感じにして、まあその設定は、まあいなかったら玄関先に置いてけっていう風な設定があったから、まあしたんだけどさ。なんかね、そう、なんかね、ちょっとね、Amazon のリーダー姉ちゃんたち、ここ2、3ヶ月の話なんだけど、ちょっとなんかね、なんだろう、もうちょっと上手にやれば、もうちょっと楽じゃねえみたいな、そう、な感じがして、まあ、そこら辺さ、ヤマトはさ、まあ、どっちかというと、いや、今はわかんないけどさ、今はわかんないけど、まあ、個人のお客さんとのつながりを大事にしてきた会社じゃん。まあ、企業、どっちかというと、佐川さんは企業、対企業の取引を大事にしてきたわけじゃん。そう。まあ、だからさ、まあ、そこら辺、ヤマトの方が進んでるのかなとか思ったりとか、アマゾンはそういえばね、そういえば、まあ、アメリカのさ、会社だから、まあ、そういう意味じゃ、ちょっと、足りてないのかな、なんてのを思いながら、今日はね、今日でアマゾンにも大体届くと思うんだけど、まあ、そんな風に思ったのよ。と、まあ、玄関に置いていってくれてもさ、まあ、とりあえずピンポンぐらいは鳴らしてほしいよね。ピンポンぐらいは鳴らしてほしいし、まあ、ピンポン鳴らしてくれて、いればね、出るしさ、まあ、いなければ置いていってくれればいいんだけど、まあ、そこら辺はね、なんとなく、なんとなく微妙な時はあるよね。と、まあね、もう私みたいにさ、引きこもりたい時は引きこもりたいタイプもあるから、ピンポン入れるなんてこともまあ、あるんだけどさ、あるんだけど、まあ、とりあえず、早く欲しい荷物とかは、まあ、ピンポン待ってるわけで。で、まあ、16時過ぎても、ピンポンならないから開けてみたら、荷物ありましたみたいなのは、まあ、最近よくある。そう。そんな感じをしてるうちに、まあ、ちょうど橋の上なんだけど、今日は朝日が見えないね。今日午前中、天気が、いいんだけど、天気はいいってことじゃないよな。薄曇りがかってる。こう、大きい船が浮いてる。そうして、でもなんかちょっと黄砂も結構混じってるっぽい。そう、まあだから、ああねー、まあ、配達業者が選べるんだったら、もしね、選べるんだったら私は、まあ、ヤマトさんだな。今のところ。そう。まあ、アマゾンの配達の場合、アマゾンもサガンも、まあ、システム的なことだから、もう私が見落としてるだけかもしんないし、そう、そもそもなんか、不在通知のやつからアクセスした先で、まあ、そういう風になってないから、まあ、どうなんだろうね。なんか、私がもう見落としてるだけだったらごめんなさい。で、そうじゃなくて、なんかシステム的にまだまだ物足りてないんじゃないかなっていうふうに、まあ、思ってるところを、まあね、どっかで、アマゾンか、最後、関係者の方が、
まあ、聞いたならば、ちょっとヤマトの仕組みをちょっと勉強してみた方がいいんじゃないかなと思ってます。まあね、まあ、最近まで知らなかったけど、小荷物用にさ、猫ポスってあるじゃない。知ってる人も知らない人もいるかな。そう、ほんと、ちっちゃい荷物を送るのにね、猫ポスって言って、ヤマト運輸がやってるんだけど、まあ、黒猫ヤマトだから猫ポスだと思うんだけどさ、そう、この猫ポスってネーミングがすごい可愛くてさ、好きなのよ。で、私はさ、その猫ポスって知ってたけど、どっかさ、新興勢力の、そう、会社がやってるのかと思ったら、なんとヤマトがやってるんだね。だって猫でしょ、ポストでしょ、ヤマトでしょってさ、友達に言われて、そうだね、みたいな。それまで全然気づかなかった。うん、まあ、そういった意味で、なんかね、なんだろうね、私はね、なんかね、ヤマト運輸行きなのよ。まあね、でも街を歩いてて、佐賀の佐野兄ちゃんも山本の兄ちゃんもさ、もうほんと駆けずり回るように走ってるじゃん。そう。まあそういえば私、昔佐賀で荷物引きのバイトした頃があったな。朝ね、まあ、ほんとさ、ちっちゃくて軽そうに見えるんだけど、引っ張った瞬間すげえ重てえみたいな。のんとかあって、まあ、ほんとね、そう。そう、ああいうところこそ早くロボット化したらって思うぐらいに思ってた。まあ、20年ぐらい前だけどね。今はもうそういったの、もうもっとどんどんロボット化されてるかもしれないけど、今でもさ、そんな細かい荷物引きを、ほんとさ、上でさ、伝票チラッと見て、自分のところの荷物をどんどんさ、引っ張っていくような感じでやってたら、まあ、それはさ、ほんと大変だよね。数年前に、私はさ、一週間ぐらいね、時間があったから、何もしない時間があったから、まあ、東京に出稼ぎしに行ってたことがあるの。そう、まあ、どんな仕事かっていうと、まあ、日雇いよ。そう、で、毎朝行くと、今日はここ、明日はここみたいな感じで、派遣されるんだけど、その仕事がね、ほんときつかったんだ。いろんなのやったよ。でもいろんなのやったけど、まあ一番きついのはね、引っ越し。そう、もう引っ越しの仕事は、もう二度とやりたくないってぐらい辛かったな。そう、重たいし、狭いし、ぶつけられないし、みたいな感じで。本当にさ、まあ引っ越し業者ほど大変な仕事はないと思ったね。うん、体力的にも。うん、そう。まあ、その次は、トラックからの荷下ろし。そう、凍った豚肉とかを、下ろすの、あれもきつかったな。そう。あれもしんどかったな。だからさ、まあさ、まあ行くとね、大体、外国人の出稼ぎ労働者の人が多いわけ。まあ、超肉体労働だから。そう、でもね、あれこそさ、まあ、もうちょっとさ、うまい方法ない？パワードスーツみたいな、うまい方法ないよって思うくらい、まあ、しんどかったな。そう。まあ、今はさ、日本に来るよりも、給料がいい国なんかさ、まだいっぱいあると思うから、まあ、わざわざ日本に来て出稼ぎしなくても、ね、他の国に行けばいいわけで、もしかしたら、そういう現場に外国人とか減ってるかもしれないね。うん。そう。となれば、もう働き手が少なくなってこれば、まあ、そうした時に、日本の企業とかさ、さあどうしようって、ようやく重い腰を上げて、機械化とか、考えるかもしれない。もうそうなってるかもしれないけど、まあね、そう、もう過度な肉体労働をして、大した給料もらってないっていう、そういう人たちの仕事を早くなんとか仕上げてほしいよね。そう。まあ、機械化できない部分っていうのもさ、まあ、やっぱいっぱいあるけどさ。そう、お肉なんか本当にさ、もう一個一個ベルトコン、ベルトコンベアに乗っけて、で、ベルトコンベアからダーって降りてきたら、またそれを、持って積み上げてみたいな感じでさ。もう本当、本当すっごい肉体労働。本当に、
多分、まあ、体力ある今でも、多分、そう、まあ、行って、まあ、1日2日は、まあ、もう、めちゃくちゃ筋肉痛になるんじゃないかな。そう、まあ、1週間、2週間もやってれば、まあ、筋肉ついてくると思うんだけど、本当にね、まあ、2週間ぐらい働いて、帰るときにそこの社長からさ、いや、頑張ってくれたからさ、また、東京来る機会があったら、まあ、働きてよとか言われたんだけど、あ、ありがとうございますって言って帰ってきたけど、いや、ごめん、正直、二度と無理だ、とか思った。あんなにね、まあさ、あんなに筋肉使った仕事って、あるんだって、本当思ったよね。そう。うん。まあ、過去に私、土方の仕事とかさ、うん。土方の仕事とか、もう、それなりに経験してたしさ、体使う仕事結構いろいろ経験してたんだけど、本当は、いや、なんだろう。本当さ、工事現場、でもね、あれもきつかったな。足場の組み立てと分解。あれもしんどい。そう、ほんと。まあね、ほんと日雇いみたいので、ちょこっと行って、まあ、一日働くみたいな、いうレベルだったら、ほんとにね、まあ、そういう仕事はさ、まあ、やっぱり体力系の仕事が多いわけだ。そう、体力系の仕事は、本当、それなりに続けて体が出来上がってきていけば、そんなに難しい仕事じゃないよ。そう。体力系の仕事は、まあ、しばらく、ね、働いて体が出来ていけばね、そんなに辛い仕事じゃないけど、まあ、本当日雇いかなんかで、本当1日2日。そのために、体力系の仕事するってなると、まあ、辛い。そう、うん。ほんとね、日雇いで行くんだったら、そう、データ入力系とか、IT 系が楽ですよ。そう、うん、私の過去の経験だと、IT 土方が一番私は楽だな。IT 土方っていうのは IT 系の派遣なんだけど、まあ、私は、今はもう関わってないけどね、よくやってたのは、あれだな、新しい機械を導入した時の新しい機械の説明の仕方説明を、しに行くっていうやつ。うん。まあ私が何回かやったのは、歩数システムそう。歩数システムだな。いろんなドラッグストアとかの新しい、レジ機械が入った時の、その使い方とか、運用の仕方とか、データ分析の仕方とかを教えに行くって感じ。まあ、そういうのは大体、一回、そういう集中講義があって、集中講義を受けて、で、その上で、教えられるっていう、技量認定みたいなのがあるんだよ。で、その技量認定を受けたら、その現場に行けるって感じなんだけど、まあ、現場に行くときはね、もうほんと一人だからさ、そう、まあ、現場に行って、まあ、先生を。そう。知らないってなんか言えないわけじゃん。そう。もう知らなくても知ってるふりしても必死にやるみたいなんだけど。まあまあ私はね、そういうのを割合とパッパって、覚えられるし、まあ今までの経験からあんまこうじゃないかななんて思ってできちゃうから、まあ、やれないことはなかったけど。うん。まあ、そういうさ、頭を使いますみたいな、そういう IT 動画だったらいけちゃうし、データ入力まあ私ね、結構ね、そう、タイピング早い方だから、そう、うん、まあ、タイピング1級、日照の1級持ってたかな。そう、まあ、それくらいのスピード。うん、今はだいぶ遅くなったしね。なんだったら文字入力するのめんどくさくなって、そう、ほんと、ボイス入力したりするし、するから、うんと、まあ、そんなに昔ほど早くないと、まあ、それでもね、まあ、多分今でも3級ぐらいだったら受かるんじゃないかな。まあ、それくらいのスピードはスピードだわ。そう。もちろんブラインドタッチできるし、
そう。まあ、ブラインドタッチはね、商業高校に行ってて、もうほんと商業高校で覚えたよね。そう、だから商業高校で覚えたやり方だったら、もう多分誰でもブラインドタッチできるようになるよね、あれは。たださ、独学であれやろうと思うと、ちょっと難しいかもね、ブラインドタッチ覚えるの。うん。そう、だからまあ、私は、キーボード、今の日本の、ジャスのキーボードだったら、そう、ブラインドタッチで全部のボタンを押せる。そう、ただね、一回チャレンジしたんだけど、54入力の方がさ、全然入力早いわけじゃん。だって、ローマ字みたいに2つ3つ押さなくてもいいから。そう。でも、54入力に憧れて、まあ、練習したことあるんだけど、私ね、なんか、いまいちさ、指が短いのかな。届かないんだよね。そう。届かない気があって、届かない気はさ、なんかさ、なかなかね、その、位置を覚えられなくて、毎日使ってるようなキーだったら、まあ多分覚えられると思うんだけど、そう、その頃ね、その日その日で使うパソコンも違ったから、もうさ、キーのタッチの感じとかって、もうパソコンによって全然違うからさ、うん。だからまあ、五条入力は、体が慣れるのに時間がかかりすぎて、あ、これは無理だなと思って、諦めた。そう、まあそんなわけで、今日は、配達業者の私の好み。私はヤマト運輸、ヤマトさん、ヤマトグループってか、ヤクロネコヤマト推しです。まあそこから、まあ筋肉系の仕事はきついよ。まあ特に、筋肉系の仕事は、体使う系の仕事は、日雇いで行くとすごいきついよという話をしたりとかしてました。まあ、そんなわけで、まあ無事に出勤のところに着いたんだけど、やっぱ最近はちょっと歩くの早くなったかな。30分ぐらいです、今日乗ったね。まだまだちょっとお時間があるから、お時間があるんだけど、まあ今日はここら辺で締めたいと思います。なんたって太陽が出てきたので、太陽にこんにちはして、そう、今日も一日頑張っていきたいと思います。そんなわけで今日も、最後までお聞きいただきありがとうございます。まあ、コイズム違う、ヒルビール法則の分かり合い、ウォークは、もちろん、明日も、配信します。明日はね、天気悪いんだよね。じゃあね、またね、まこねーでした。